こんにちは、A です。今回はこちら頑張れスーパーゴテンくんね、タクシー、もう一度やっていきたいと思います。まあ、前回動画出してからこんなアドバイスいっぱいいただきました。ベジットパーティーで行けると、みんなワテのためにアドバイスありがとう、オラ頑張るよ、ということでやっていきます。はい、そしてパーティーの方はアドバイスいただいた通りベジットサンド、そして必殺技封じに紫、まあ、あとはピッコロ、亀仙人悟空は気力上げで火力の高いご飯を連れてきたいと思います。サポートアイテムの方はセンズデンでお化けエンマ、最近ですねコメントとかもちょっと時間なくて返せてないんですけど、目はちゃんと通してます。ツイッターとかも、まあ、返せるとき一気にバッと返してますんで、ぜひこれからもお願いします。それではやっていきましょう。さあ、まずはですね気力から取りいきましょう。この右サイドですね、この辺連続で取っていきましょう。 OK、 いいね。では紫の必殺技封じは使っていきたいので、できるだけ紫に来てくれるとありがたいですね。あと1個、よし。で最初なんですよ問題、もう一番最初ね。このメンツか、これでいこうか。そしたら5点からいきますか。5点からキ力が十分に有り余ってるので、 OK、 硬いな、それにしても硬い。そしたらですね、まず必殺技打ってどうしよう、どっちに必殺技かもよるんだよな。まあ5点か、5点に必殺技打たれたくないので、よし、でこういこうか。でまず紫で5点必殺技封じからのベジット必殺技で、次のこのトランクスはもしかしたら技打ってくるかもしれない。あ、よかったよかった。で反撃で、今度はこのベジットは5点に必殺技で、次は 100% 反撃ですね。よし、でこの必殺技封じは次のターンも効いてます。こっちでいこうかな。ちょっともったいないな、これ。さあどうでしょう、このターンでまず5点いけるか。いけ、カメハメハ、これいけるか。うわ厳しいか、魔漢高雑把無理だろ。まあ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 いいでしょう。それでさすがに5点はもういけるので、トランクスに必殺技封じ。やっぱりこれしくったわ、これこれしくったな。個数しかないな。
ちょっと待って、危うくなったなこれ。いけるか。亀仙人お願いします。おお、お願いします。耐えた耐えたぞ。まあ反撃はいけますね。なので、これで OK ですね。アイテムをね、いや使いたくない。ここはまずはこいつらには使いたくないので、うまくやっぱあの必殺技封じかましながら反撃を対応していきたいと思います。お、いいねいいねいいね。ここはですね、やっぱ必殺技を封じてから、ベジットの必殺技全部取ってもいいかな。取っちゃうか。綺麗に消そう。ここは打てないから次のターンに。よし、この紫とベジットのコンビは強いです。やべえっすねこれ。 100% 反撃できるので軽減しながら2発ぶち込んで OK。 いいよ、超強い。2発3発3体いたね今のは。効いたよ。でこのターンも、必殺技封じ効いてますので安定ですねこれ。全員打てるか。はい。OK、カメハメハリンクも。火力出るので、使っていきましょう。強え反撃。OK、もうちょい。で大体このパーティーだと、最後まで、必殺技なしで、あ、必殺技なしじゃない、アイテムなしでいけるかと思います。OK。それでラストなんだよな、問題は。さあここでスーパーサイヤ人3になります。でこれが2ターンごとに切り替えなんだよ。2ターンスーパーサイヤ人3で2ターンノーマル、まあ、ノーマルに戻ると力属性になります。まあ、その時に畳みかけると。なのでここはどうしても切り抜けなければいけません。ですね、お化け使います。で消してからピッコラ連れてきたいんだよな。まあでもこのターンではほぼほぼ食らえませんので、相手には。まあ、そこまで無理やり撃とうと思わなくていいと思います。それよりも気絶をさせる、気絶じゃない、技封じとかをそっち優先でやっていきたいですね。はい、でちょっと怖いので一回回復を入れます。でね、エンマはちょっと残したいわ、せめてちょっと残していきたいね。最後の方で確実に使っていきたいと思います。
ここ必殺技封じ、そしてベジット技プラス反撃、しかも3体いけるね。で必殺技と、まあここはね、与えなくていいんですよ、ダメージは。ただ食らわなければ OK。 あ、きた、あぶねえ。あ、必殺技打ってこなかったんだ結局。 OKOK。 で次のターンにいいターンが来ますんで、そこで畳みかけると。まあ、ただ多分この1回目の戻りはで倒せるってことではないです。さあ行きましょう。ピッコロは使っていきたいですね。実際俺も勝ってるわけじゃないので、まだここのステージ勝ってないんですよ。でピッコロも前回連れてってないので、どのぐらいダメージは食らうのか分かんない。まあお知らせでね、かなりのダメージは出ると書いてあるので、ピッコロはもし早属性とかでいたら、ベジットパーティーの場合は絶対持ってった方がいいかなと思います。まあ、通常の他のパーティーでもピッコロは鉄則ですよね。オッケー、いいよ。あ、必殺技来ちゃったけど。2万3000。まあまあいいでしょう。オッケー、いいぞ。反撃。この魔漢光殺法がどこまでいくか。あ、強い、15万。いや、これは、連れてくわな。それ連れてくわ。強い、15万だって。で、このターンもありますので、ああ、もう一丁必殺技打たれる可能性もあるのか。まあまあ、これでいいでしょう。どうせスーパーサイジン3の時には、あんまダメージを与えるっていうよりも、そこ耐えるだけなんで、その間にベジットはまた、動かして、次のね、ノーマルに来るときに持ってきます。まあ、食らわないこと前提でいきましょう。技プラス反撃、ここはでかいっすね。よし、そしたらまたしてもここお化け、やばい。次がでも、あ、ちょっとしくったかもしれない。ベジットやっぱ持ってきてた方が良かったかな。なあ、そうだな。まあしょうがない、もう終わったことなんで。ピッコロここのターンでは本当に全然ダメージを与えられないので、さっきも3万ぐらいじゃなかったっけか。お、4万6千か。あ、じゃあ打った方がいいね。これはちょっとまずいから回復、エンマ。で、頭に、紫持っていて、技封じてあげれば、まあ、そんな食らわないと思います。無理やり打たなくていいか。まあ、それより次のターンだよな。
いや、エンマ使ってもこれはちょっと痛いな。で、もう一回戻りました。あれ？あれ、さっきノーマルだったよね。あれ、今度スーパーサイヤ人なんだ。あ、そう。そういう風な感じ？そっか。ちょっとこれは俺死ななかったか、ガチで。これ打ちて、まあでもダメージを食らわないことを優先したいな。まあ、ピッコロで打とう。ピッコロ優先にします。よし、あと2本いいぞ。いいね。さあ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 、封じて必殺技カメハメハリンク付きでお願いします。お願いします。できるだけ削ってくれよ。ここはこれで行くしかねえわな。よし、いいんじゃない？OK。いや、超安定じゃん、これ。マジで安定できました。アドバイスくれた方、ありがとうございます。初クリアボーナス。ということで、頑張れ、スーパーゴテンクスくんね。やってやりましたよ。いや、ベジットパーティーは安定でした。まあ、紫とね、ベジット組み合わせることによって、必ず反撃が起こるので、このコンビは、最強かなと思いました。まあ、他にもこういうパーティーで勝てましたとかね、ありましたらコメントで教えていただければ、まあ、随時ね、動画で出したらなと思います。まあ、あと他にもなんか動画のリクエストありましたらね、今後皆さんのコメントもとに動画作っていきたいと思いますんで、ぜひぜひ書いてってください。まあ、リプでもお待ちしております。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。